どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、最近届いたアップル製品のですね、レビューをしていきたいと思っております。今回レビューをしていくのは今こちらにあるんですけども、このぐらいの、まあ中間ぐらいのサイズの箱に入ってます。こちらですね、Apple TV 4K が届きました。新型ですね。で、今回 Apple TV 4K ですね、何が変わったのかっていうと、中身のチップが最新世代のですね、まあチップに変わったんですよ。まあ実際どんなもんなのかっていうところですね、チェックしていきたいと思ってます。で、今うちですね、この Apple TV 4K の2021年モデルはめちゃくちゃ愛用してます。毎日使ってるって状態ですね。で、特に不満もなくね、使えているんですけども、今回は2022年バージョンの Apple TV 4K がやってきました。で、前のモデルが Apple TV 4K の第2世代だったんですけども、こちらはですね、チップが A12 Bionic っていうチップでした。で、それがですね、今回の新型になって A15 Bionic になりました。で、A15 Bionic っていうチップはですね、処理性能がめっちゃ高いということで、3世代分一気にね、大幅にスペックアップしたので、まあ、その辺がですね、日常使いにどのぐらいね、変化となって現れてくるのかっていうところが、楽しみなところになってます。ではちょっとね、早速まず開封して、いきたいと思います。で、この後今日ね、夜なので、一日じっくり使ってみてですね、使ってみてから感想をまとめていきたいと思います。ではまずね、開封していきたいと思います。はい、まあ今年アップル製品買うのもしかしたら最後かもしれないですね。まだ出るかな？もしかしたら本当にこれが最後っていう可能性はあるかもしれません。開けていきましょう。はい、それではそれでは。こちらが、今回の Apple TV をだいぶ変わりましたね、箱が。今回の Apple TV 4K っていうこのカラフルなね、文字になってますね。っていうか、まあ、箱の外観がね、変わったっていうところですね。リモコンは多分これ変わってない気がします。うん、ではちょっと開けていきましょう。まあこれが何ができるものなのかっていうのは、もうこの前の世代のね、モデルも実はレビューしてるので、大体できることは変わんないと思うんですよね。はい、オープンしていきます。こちらがまず今回の本体になっています。よいしょ。あ、なんかね、軽い気がする。重量が本当にこれ軽くなってますね。前のモデルがですね、425g ありまして、結構ね、ずっしり感あったんですけど、今回こちらですね、容量は少ない 64GB のモデルで 208g になってます。なんとこれ半分以下の重量になりました。128GB のモデルでも 214g ということです。めちゃ軽いです。ちょっとこれはね、思った以上に変わってんな。はい。じゃあちょっとペリペリを剥がしていきましょう。サイドがこんな感じでペリッと包まれてます。で、背面に、まずはこちら電源コードを挿すところがあって、その隣に、こちら HDMI 端子があります。で、その他は端子類は、ないですね。で、ギガビットイーサネットが 64GB のモデルは搭載されておりません。で、128GB のモデルは搭載されてます。まあ、要は有線 LAN が刺さるっていうところですね。なんで、有線で接続したい場合は、もう本当に 128GB のモデルを買った方がいいと思います。で、下側にもペリペリがついてます。こんな感じですね。まあ、思った以上にまず軽いっていうところにびっくりしました。ちなみにお値段は、今回ですね、第3世代の方が安いんだ。こちら 19,800円です。64GB ですね。で、128GB のモデルが 23,800円になってます。で、なんとですね、第2世代の方が価格が高いです。非常に珍しいんですけども、新型になってちょっと価格が安くなったということです。はい、で、中にですね、こちらリモコンが入っておりまして、はい、こちらね、専用の、ね、リモコンになってます。で、リモコンもですね、見た目はね、まあ特に変わってるようには見えないんですけども、今回こちらの、Siri リモートっていうリモコンがですね、第3世代になってるということで、一応ちょっと変更はあるみたいです。で、あとはね、こちらが、電源ですね。このケーブルを接続して電源取ることができます。あー、これね、めちゃくちゃ嬉しいところちょっと発見しちゃいました。こちらのリモコンの充電ですね。第2世代はこちらライトニングだったんですけど、これね、USB-C になっております。めちゃくちゃ嬉しい。いやもうこの時点でね、もう買い替えた価値があるっていう感じですね。リモコン USB-C で充電できます。なので、まあかなりこれね、充電しやすくなりました。前のモデルはね、ほんとライトニングだったので、まあそのリモコンの充電のためにライトニングケーブル引っ張り出してきて、接続して充電とかやってたんですけど、まあ今回は、まあ本当に普段使ってる充電器とかでサクッと充電ができますね。はい。ちょっと予想以上にね、開封の時点でね、ちょっと嬉しいところを発見したんですけども、実際にですね、これから使ってみてですね、まあ、レビューしていきたいと思います。どんな感じで使えるのかね、チェックしていきたいと思います。ではちょっと丸一日ね、使ってみたいと思います。
はい、ということで、Apple TV 4K ね、設置して、もう2日もね、使っちゃいました。がっつり使ってみて、もう普段使いしてみたので、感想をまとめていきたいと思います。はい、ということで、リモコンはね、こちらになるんですけども、一応前のモデルもね、ちょっと持ってきますね。はい、リモコンですね、比べてみても、どっちが新モデルかは全くわかんないです。見た目はまあ、全く一緒ですね。で、違うのはこちら。端子が USB-C になってるってだけなので、ここで見分けるしかね、ないかなと思います。まあ、後ろ側も一緒ですね。で、この専用リモコンでできることっていうのは、基本的にまあ、これまでと変わりはないんですけども、音量の調整はここでもちろんできて、再生停止と戻るとミュートができます。で、あとこちらは Apple TV のね、起動ボタンですね。こちらで Apple TV プラスをですね、見ることができますというとこですね。あとここの、ね、操作部分はスワイプ操作にも対応しているので、カチカチしなくてもスワイプで操作することができます。非常に滑らかに動いてくれます。もちろんこの押し込んで操作をするっていうこともできます。ちょっと操作していきます。アプリの起動とかですね、そういったところも、見ていこうと思います。じゃあちょっとね、YouTube 起動してみましょう。ポチッと。はい。まあ、こんな感じで、起動されますということで、非常にですね、やっぱり動作は、サクサクしています。ちょっと動画もね、見てみますか。うん、こんな感じでね、動画見ることができまして、画質はね、もちろん綺麗です。じゃあですね、この Apple TV 4K でそもそも何ができるのかっていうところを見ていきましょう。まず動画を見るっていうことはもちろんできます。まあさっき見たように YouTube の動画を見たりとかできますし、まあ WWE とかですね、プロレス関係ももちろん見ることができます。Netflix、Amazon プライム、U-NEXT とか、その辺ディズニープラスとかですね、この辺はもう普段から見てます。なんで2個あるんだろう、ディズニープラス。まあディズニープラス見れますと。まあ、こんな感じで動画を見ることができます。で、ここにないもの、結構この時点で自分で追加してるんですけども、Apple TV で見れるアプリですね、こう追加していくことができます。Hulu、FOD、DAZN とかね。こんな感じで、まあ、大手のこういったね、サービスは、まあ、ほとんどしっかりとありますので、まあ、リビングで楽しむような、こういったね、動画サービスっていうのは、しっかりと揃ってます。もちろん音楽を聴くこともできます。Amazon Music とか Spotify とかね、まあ、こういったところを楽しむこともできます。まあ、アプリを後からこういった形で追加していくことができる。で、さらに、こちらですね、ゲーム。楽しむことができるということです。まあ、お子様とかね、家族でちょっと楽しむとかね、そういった形のゲームが少しあるっていうところですね。はい、ではちょっとですね、起動のテストですね、してみたいと思います。まずはね、前のモデル、1年前のモデルから起動時間チェックしていきます。電源をですね、オンにして何秒で起動されて動かせる状態まで行くのかっていうところですね。これ前のモデルからまずチェックしています。はい、来ましたね。約20秒で、起動ができました。まあ、十分早いですよね。で、あと動作の方も見ていてもですね、基本的に、もうこの辺の動作のサクサク感とかですね、違いを感じるっていうことはね、ないんじゃないかなと思います。まあ、どちらも非常にやっぱりサクサク動くので、まあ、チップが新しくなりましたけども、サクサク感とかね、快適性ではですね、違いはほぼ感じることは難しいんじゃないかなと思います。Netflix 起動してみましょうか。いきますね。はい。もう 3.8 秒で起動するところまで行きました。じゃあ新型の方もチェックしてみましょう。はい。新型起動しましたが、どうなるか。さあ、何秒で来るかな？お！ちょっと早かったですね。17秒でもうこの画面まで来たので、若干早いですね。起動が早いってのは、まあ若干ですけどね。まあ嬉しいところではありますよね。で、リモコンつながって動きますというところ。じゃあちょっとこの状態で Netflix を立ち上げて名前が出るところまで何秒でいくかチェックしてみましょう。いきます。うん。ほぼ変わんないですね。これは。これはもう違いはないですね。ちなみにサイズ感も実際に比較してみるとこんな感じです。まあだいぶ小さくなったっていうのがわかると思います。まあ、チップが新しくなって、この処理性能もですね、上がってるんですけども、やっぱり体感は少ないと。ただこのサイズが小さくなったところは、省電力性が上がったおかげでサイズがコンパクトになったっていうところはあるのかもしれません。で、あと特にね、Apple TV がいいところは、この Apple 製品との連携になってます。まず一つがこちら、iPhone との連携ですね。はい、実はこちらの iPhone ですね、このテレビのリモコンになります。具体的にちょっと画面出しまして。リモコンのアイコンがあるので、これをタップします。そうするとこのような形で、まあこれね、スワイプして操作できるリモコンになります。
なのでこれ今 iPhone でこう操作してるんですけども、まあ、リモコンが手元にない時も iPhone があればね、まあリモコンと遜色ない形で操作ができます。で、さらにですね、文字を入力したいなっていう時ありますよね。じゃあちょっとここで検索したいという時に、この iPhone の文字入力で検索ができるので、はい、こんな感じですね。で、検索することができます。お、なんかある。ちょっと待ってね。同姓同名の方がいるみたいですね。はい。まあ、こんな感じですね。なんで、文字入力するときに、スマホですぐにですね、入力できるので、これはすごい便利だと思います。で、あと使わないときはね、スッと戻してあげれば、普通にスマホとして使えるよ、ということですね。で、あとは、やっぱりですね、この Apple の AirPlay ですね、こちらに対応しているのが強くて、こんな感じでスムーズにですね、表示させて、使っていくことができます。この中で、例えば動画をね、見たいっていう時とかね、ありますよね。もちろん写真もこんな感じで表示してあげることができます。これはですね、実際にこれ撮影してきてね、保存してある写真ですね。こういったものも見ることができますよと。みんなでこう写真をね、ワイワイ見たり、することができます。で、写真だけじゃなくて、動画ですね。はい、この辺なんかはこのスマホの中に保存してある、動画です。これを、直接大画面テレビでこのようにですねスムーズに見ることができます。画質もめちゃくちゃ綺麗です。まあこのあたり AirPlay が非常に使いやすいところになっています。もちろん横画面も縦画面もいけますよというところですね。ミラーリングを停止とすれば、はい、元に戻ります。大画面なのでこの複数人で情報を共有しながらですね何かを見たりとか会議したりとかね、まあそういった場面でも使いやすいのかなと思います。はい、であとはね、これ AirPods Max なんですけども、これ今被ったらどうなるのかってちょっと見ていきますね。はい。そうすると今ですね、もう出てますよね。AirPods Max が近くにありますと出ていまして、これでもう接続が、はい、できました。簡単にこう、接続することができて、まあ、AirPods とか AirPods Max とかですね、Apple のヘッドホン、イヤホン、これをシームレスにこう接続することができます。で、もちろんですね、今これ AirPods Max を、被ってますけども、これ空間オーディオを楽しむことができますので、まあほんとテレビでね、空間オーディオヘッドホンを使って楽しみたいっていう時なんかに、Apple TV と、まあ、AirPods Max とか AirPods Pro があると、コンテンツをシームレスに、楽しむことができるということですね。この辺も Apple の連携力だと思います。で、CPU が A15 Bionic チップになったよということで、まあこういう時のね、動作はもちろん快適に非常にサクサク動きますし、まあ、アプリを起動するときのこういった速度ですね。こういうところも速いですよと。まあ、非常にスムーズかつ滑らかに動きます。ただ、この速度っていうところは前のモデルも速かったんですよね。なので、正直そこまでね、日常使いで体感差があるほどの違いではないのかなっていうふうに思います。Apple Arcade とかでゲームをやっていくっていう場合は、もしかしたら違いが出てくるのかなっていうところですね。まあ、こんな感じでね、ちょっと気軽に遊べそうなゲームがちょっとあるよっていうところですね。で、その他、画質についてはですね、ちょっとね、設定から見ていくとわかりやすいと思います。今、フォーマット、こちら 4K ドルビービジョン、今使ってます。で、今回新しく追加されたのはですね、こちらです。4K HDR、HDR10 プラスというところになります。これ、10プラスが今回新しくなりました。で、これですね、前のモデルは 4K のドルビービジョン、それから HDR10 には対応してました。で、HDR10 と10プラスの違いは何かっていうと、明るさの表現の幅がちょっと違うというところです。なので、HDR10 よりも10プラスの方が、画質はちょっといいんですけども、4K ドルビービジョンはそれよりもさらに上の表現ができる、ものになってます。ただ、ドルビービジョンは対応しているテレビを使わないと、使うことができないということで、まあ、結構ハードルが高いフォーマットになるんですよ。なので、少し前のテレビだったりとか、コスパ重視のテレビを使っている場合は、この HDR10 プラスに対応していた方が、まあ、コンテンツをより、高画質で楽しめるということですね。そこの幅がちょっと広がったということです。まあ、その他大きな仕様の違いはないというところですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。Apple TV 4K ですね、新型のモデルを購入してみてですね、まあ、正直なところで言うと、もちろん物はいいです。で、さらに価格もね、安くなってると。で、さらにコンパクトになっているっていうところもあって、基本的にいいんですけども、まあ、2021年モデル、まあ、1年前のね、モデルですね。ここから、これを持ってて買い替えてですね、すごい、ワクワクする、びっくりするっていうような、違いではないかなと思います。
なんでまあこれから Apple TV を購入するんだったらやっぱりこれベースになってくると思いますので、基本的にこっちを選ぶ方がいいと思います。むしろ公式だともう前のモデル多分選べないと思いますので、まあ、Apple TV を購入したいっていう場合はこれになってくると思います。で、 Apple TV がですねいいところっていうと、基本的に動作がですねやっぱり他のこのストリーミング系のデバイスと比べて、まあ、圧倒的にサクサクっていうところです。まあ、やっぱり A15 バイオニックチップが入ってるってところもあるので、一切つまずくことのない非常に滑らかかつサクサクの動作、操作感になってます。そこがまず一つ。あとはやっぱりね、この iPhone との連携だったりとか AirPods との連携とか、Apple デバイス同士で使った時の連携力とか使いやすさっていうところがあります。ちょっと何かを検索するときでもスマホでね、もうリモコンとして使って入力もスマホでやったらですね、やっぱり検索はすごい楽ですよ。あとまあ検索だけじゃなくて、ちょっと入力しないといけないときとかね、ログインするときとかにメールアドレス打つとか、リモコンでやるの結構めんどいですよね。それをまあスマホでできますので非常に楽です。あとは AirPlay も非常に便利っていうところもあります。これも結構ですね、使う場面意外とあると思います。ただ前のモデルとの違いで言うと、やっぱりコンパクトになったっていうところと、価格が安くなったっていうところと、あとはリモコンですね。これは USB-C になってますので、リモコンを使うときはですね、充電しやすくなってます。ここはすごい良くて、いよいよね、なんか、Apple TV のリモコンまでね、USB-C になったっていうふうに思うと、まあ、そろそろちょっと iPhone の、ね、USB-C も近づいてきた気がしますよね。あとはまあ HDR10 プラスに対応したよということですね。まあ、これからね、Apple TV 4K ですね、メインで使っていく動画視聴デバイスになってくると思っております。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。